はい、皆さんこんにちは。今回はですね、位相空間入門で分離交流の2回目ですね。シリーズ分離交流ではですね、それぞれの分離交流を満たす空間に関して一つ一つ説明を加えていってるんですけども、今回はですね、これら、空間フレッシュ、ハウスドルフ、生息、正規空間というものがどういうものなのかというものを一気に説明してですね、それらの空間の特色などについても簡単に触れてみたいなというふうに思います。では早速入っていきましょう。はい、XO 位相空間だとしましょう。位相空間ラージ X の異なる2元、XY を取った時にフレッシュ空間とはどういうものなのか、次の T1 と呼ばれる分離交流を満たす空間のことをフレッシュ空間と言います。さあ2元 XY を取りました。その時に次のような回収語が存在しますよと。はい、X を含むんだけども Y は含まないと、まあ、このように随時されているような回収語 O が必ず取れるときにフレッシュ空間というふうに言います。もちろんだから2の2元なんで Y を含んでいって、X を含まないような回収語も取れるわけですね。ちなみにですね、T0 空間というものもありますね。 T0 分離交流というものを満たす空間を T0 空間というんですけども、それはですね、勝手な2元が与えられたときに、まあ、このような X を含み Y を含まないような回収語か、もしくは Y を含みX を含まないような回収どちらかが取れるっていう空間のことを、T0 空間というふうに言います。はい、じゃあ次はハウスドルフ空間ですね。おなじみの空間ですね。最も品質頻度が高い空間ですね。多様体などもハウスドルフ空間であることは前提とされています。さあ、これも勝手な2元 X を取った時に、この XY を含むような回収語 O1、O2 っていうのが取れて、しかも O1 と O2 というものの、インターセクション、共通部分は空集語になりますよ。つまり、勝手な2元というものが回収語によって分離されますよというような条件を満たす、位相空間のことをハウスドルフ空間というふうに言います。さあ、次は生息空間ですね。ここはですね、これはですね、生息空間、まあ、正規空間の説明を行うんですけども、ちょっと注意が必要でですね、生息空間っていうのは次の T3 と呼ばれるような分離交流を満たすんですけども、同時に T1、このね、フレッシュ空間の分離交流も満たす。だから T1 プラス T3 の分離交流、この2つの条件を満足するような空間を生息空間というふうに言います。さあ、じゃあ T3、どのような分離交流なのか、 A を平集合だとします。で、この平集合の中に、スモール x が含まれないとした時に、次のような回集合 O1、O2 というものが、存在しますね。 X を、含む、回集合 O1ね、点 X を含むような回収号 O1 と平集号 A を含むような、回収号 O2 で O1 と O2 のインターセクションは、空集号になりますよ。だから1点と平集号を回収号によって分離することができるという空間が生息空間で、かつ、T1 の分離項にも満たしてくださいということですね。はい、これが生息空間ですね。で、次、正規空間とはどのようなものなのか。まあ、これも生息空間と同様に T4 というね、分離交流を満たすんですけれども、さらに T1 同じように、生息空間と同じように、T1 と T4 両方満足するような、位相空間ですよ。ということですね、正規空間というのは。じゃあ、T4 どのような分離交流なのか。A、B というね、平集合が与えられています。A と B のインターセクションは空です。つまり 分離されたというか、まあ、共通部分を持たない2つの、平集合 A、B が与えられたときに、この AB を、平集合 AB を含むような O1、O2 という回集合が取れますよ。もちろん O1 と O2 の、インターセクション、共通部分は空集合ですね。つまり、まあ、正規空間というのは、勝手な任意な、共通部分を持たない平集合をですね、回集合によって分離できますよというような空間が正規空間ですね。で、これらの空間の関係を考えていくとですね、正規空間であればですね、まあ、この定義からですね、生息空間でということが分かり、生息空間であれば T2 だ、T2 空間だ、ハウスドルフ空間だということが分かって、でハウスドルフ空間であれば T1 空間だということが分かるんですけども、逆はですね、どれも言えないと。 T1 だけども T2 でない空間がの判例があり、 T2 だけれども生息ではない空間の判例があり、生息だけれども正規ではない空間の判例があるということです。そしてですね、部分集合というものを考えましょう。
位相空間 X の部分集合はですね、相対位相によってまた位相空間になるんですけれども、フレッシェ空間 T1、T1 空間の部分集合も、T1 空間で、T2 空間、ハウスドルフ空間の部分集合も相対位相に関してハウスドルフ空間になり、生息空間の部分集合も、生息空間になるんですけれども、正規空間の場合はですね、その部分集合必ずしも正規空間にならない場合があります。そして直積空間ですね。位相空間が、複数与えられていた。比加算無限個でもいいんですけども、それの直積空間は自然な位相で位相空間になるわけですけども、フレッシェ空間の場合、T1 空間の場合、直積空間を考えると、その直積空間も T1 になります。で、ハウスドルフ空間 T2 ですね。ハウスドルフ空間も、そうですね。ハウスドルフ空間の場合も直積空間はハウスドルフ空間になり、生息空間も、直積空間に関して生息空間になるんですけども、正規空間の場合は必ずしも、正規空間になるとは限らないという判例が知られています。だからこのようなね、分離公理の兄弟たちのように思える T1、T2、生息、正規なんですけども、正規がなんとなくね、鬼ごっぽい感じに、なってますよね。はい。ということで、フレッシェ、ハウスドルフ、生息、正規に関してどのような空間なのかということと、簡単にどんな性質を持っているのかということを説明いたしました。はい。また次回以降もご期待ください。それでは失礼いたします。